チンを作ろうかなと思ってます。まあ、今日はその1日目、今日は片付けとりあえずやっていきます。中はこんな感じです。だいぶ片付いてきました。だいぶ片付いてきました、ね、わあすごいことなっとる。今からこれを処理していきたいと思いまーす。とりあえずこんな感じになりました。ベニヤの方をリサイクルセンターに持ってきます。
今日はおしまい。それでは Day 5、 もうこんな感じです。綺麗になりました。でこの辺で木とか切ったりして部屋の中に入れていくっていう感じになります。この作業スペースになります。でこの内側にセメントを流していく感じです。セメントを流していきます。だいぶ固まってきたね。今日はこれで終了。型枠取りました。
おお。違う、ちょっと高さが違う。
今日は外壁をこっち側外したんですけど、こっち側とこっち側外しないので外していきたいと思います。今週から来週かけてもうだいぶ小屋の感じが多分だいぶ変わると思うんで、